クハッピーラチャンミョ TV ですよ。メイン司会のチャンミョですっていう前に、今日は間違えちゃった6月の10日月曜日の第255回目のチャンミョ TV です。メイン司会のチャンミョです。うしくしキラキラプロジェクトを推進中の奥のガマガールの長女ですよ。平日の毎日8時から9時じゃなくなっちゃったんだ。平日毎日1時間の生放送をお送りしております。月曜日は8時から9時のこの時間の1時間の生放送でお送りしております。皆さんよろしくお願いいたします。そんなことでですね、私チャンミョは11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのを勝手に応援しております。育ててくれた地元というのは家族のように温かい存在ですよね。はい、ということで地域と家族の絆について考えていきましょうという、そんなほっこり温かい家族の日、皆さんもぜひ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 チェックしてみてくださいね。今年は11月の17日がその家族の日ですからね。私チャンミョも何かウキウキハッピーなね、そんなほっこり温かい家族の日のイベントができたらいいなと考えておりますので、皆さんね、何かいいアイデアがございましたらぜひぜひチャンミョ TV までですねご連絡お待ちしております。ちなみに私チャンミョは、温かい家族のねファミリーの皆さんと一緒に温かい家族鍋なんていうのを囲む、そんなイベントがやりたいと思っております。牛久だけにワイン鍋っていうのをですね開発しようと今奮闘中ですので、何かアドバイスありましたらそちらもですねぜひぜひチャンミョ TV までご連絡よろしくお願いいたします。まあ、そんなこんなでですね、本日お送りしているスタジオ、はい、こちらはね、いつもの通り、はい、ライブスペースルッツさんからお送りしております。1時間の生放送でございます。はい、いいですね、今日ギャラリーが、なんかちょっといつもと違う感じでちょっとヒヤヒヤしてるんですけどもね、ちょっと変な汗かきそうですが、まあ、そんな、ライブスペースルッツさんはですね、なんとライブハウスなのにラーメンが食べれるという、そんな不思議なライブハウスでございます。糸ちゃんの作るラーメンは天下一品ですからね。幻のラーメン、一度食べたらやみつきになること間違いありません。とろけるチャーシューね、本当に口の中でとろけちゃうんですからね。まだ食べたことのない方、ぜひぜひ一度ライブスペースルーツ糸ちゃんラーメンまでですねお足をお運びください。お待ちしております。でも来ても食べれるかわかりませんまあそんなこんなですね、糸ちゃんラーメンからお送りしているライブスペースルッツさんからお送りしているチャンミョ TV、現在ですねスポンサーとしてチャンミョ TV を支援してくださる企業の方大募集中でございます。もしもいいよというふうに言ってくださる企業の方いらっしゃいましたら、メールアドレスチャンミョアットマークチャンミョ .tv、 チャンミョの綴りは CHANMIYO アットマーク CHANMIYO.tv までですね、ぜひぜひご連絡おります。なんですけれども、2年目に突入してなんとチャンミョ TV スポンサーとして支援していただける企業の方が見つかりました。イエーイ、ありがとうございます。牛久でございます。まず1社目こちらです。じゃじゃん、はい、牛久市神谷にございます旬の台所れんこん屋さんでございます。心を込めて旬の味を届けたいということでね、非常に美味しい和食のお店がまず1社目。そして2つ目のスポンサー様はこちらでございます。じゃん、はい、同じく龍ヶ崎 松ヶ丘にございます旬の台所シャンシャンタツさんでございます。こちらも非常に美味しいご飯屋さんでございます。もしもねまだ行ったことのない方ね、ぜひぜひ一度足をお運びください。ほっぺた落ちること間違いなしでございます。よろしくお願いいたします。その他にもですね、こうやってスタジオを提供してくださるルスさんだったり、いろんな方にチャンミョ TV 支援していただいております。ありがとうしくでございます。よろしくお願いします。はい、というわけでまだまだ募集しているものございます。チャンミョ TV 皆様からのウキウキハッピーなコメントもお待ちしております。ユーストリームの右側の方にソーシャルストリームというのがございます。そちらでですね、Facebook か Twitter か Mixi かユーストリームでログインしていただくとコメントができるようになっております。コメント欄にですね、ウキウキハッピーなコメントを入力していただいて、エンターというふうに、ね、押していただくと、皆様のコメントがリアルタイムでですね、今日はこちら、ライブスペースルッツさんに生リアルタイムでこう皆さんのコメントがね、送信されますので、ぜひぜひコメントをして、このチャンミョ TV 楽しんでください。よろしくお願いします。今日もね、素敵なゲストの方がいらしてますので、きっとね、何でも答えてくれる
はずですので、ぜひぜひ皆さんコメントねよろしくお願いします。はい、まあ、そんなこんなで本日のラインナップご紹介しましょう。まずこの後いつものコーナー牛ニューをご紹介します。牛串だったり茨城県のニュースをご紹介する、そんなコーナーでございますね。そしてその後は月曜日といったらミュージックでございますね。はい、素敵なゲストの方がきっと来てくれると思うんですけどもね、ゲストの方と一緒に、面白おかしくトークする、そんな、時間が過ごせたらいいなと思ってますけど、大丈夫かね。では早速いつものコーナー参りましょうかね。なんか今日いつも以上に暑い気がするのは私らしげでしょうか。ライトが暑いのかな。まあいいでしょう。では早速参りましょう。牛乳でございます。よいしょ。はい、じゃあ知的なメガネをかけて早速牛乳でございます。一つ目の牛乳はこちら広報牛久さんからの記事のご紹介でございますね。江戸川乱歩賞ということで、広報牛久の町に拾うという話題でございます。図書館の司書竹吉さんが江戸川乱歩賞受賞という、そんな嬉しいニュースでございます。5月の13日牛久市の中央図書館の、食卓勤務ですかね、の図書館司書竹吉雄介さんが描いた、書いた小説ブージャム狩りが第59回の江戸川乱歩賞を受賞したということでございます。こちらのね、江戸川乱歩賞はミステリー探偵小説を奨励する文学賞として、江戸川乱歩の寄付を寄付基金として創設されたものです。今年は応募397作品の中から、作家さんのね選考を経て竹吉さんがなんと見事に選ばれたということでございます。図書館司書としての勤務後執筆活動をしているという竹吉さん、市民の方に探している本を見つけてあげて喜んでもらえることが嬉しいです。職場の先輩に負けないよう頑張っていますとですね、やりがいを語る一方で、小さい頃から書くことが好きで小説家になりたいと思っていましたと、良き司書であると同時に読者が時間を忘れて読んでくれるような、また元気づけられる作品を書く、そんな作家になりたいですと今後の抱負を語ったという、そんなね竹吉さんの記事をご紹介させていただきました。5月にね、都内で行われましたこちらの受賞会見では、小説家になることが幼い頃からの夢だったということで、祖母がいろいろな本を読んでくれた、読む本がなくなってお話を作ってみようとしたことが原体験にあると振り返っていたということです。ちなみにですね、牛久の図書館司書として勤務する傍ら、なんと2年に1作のペースで、すごいですね、2年に1作のペースでこのね江戸川乱歩賞に応募を続けて、今回3度目の挑戦で栄冠を勝ち取ったということですので、まさに諦めない情熱が生んだ結果ですよね。改めましておめでとうございます。選考委員を務めました東野圭吾さんからも、複雑な心理を扱い難しいことにチャレンジするしていると称えられていたそうでございます。ちなみにこちらのね江戸川乱歩賞、賞金は国内文学賞の中でも最高水準の1000万円だそうですね。この1000万円の使い道を聞かれると、貯金が1002万円になったということを喜びたいとユーモアたっぷりの回答をされたということでございます。ちなみにですね、竹吉さんお住まいは取り入れとのことですが、牛久に関わりのある方の受賞ということで、大変嬉しいニュースでしたよね。はい、というのが以上1つ目の牛乳ご紹介いたしました。続いて2つ目の牛乳に参りましょう。2つ目の牛乳は6月の9日常陽新聞さんからの記事のご紹介でございます。稀勢の里初、激励会でございますね。稀勢の里初優勝期待という、そんな見出しの記事でございます。地震ついた場所だった、地元の後援会が激励会という、そんな見出しでございます。牛久市出身の大関稀勢の里関26歳がですね、郷土後援会による激励会が8日に行われたという、そんなニュースです。牛久市田宮にございます料理店の公式で開かれて、講演会や関係者など約150人が集まって稀勢の里にエールを送ったということです。すごいですね。稀勢の里心身ともに鍛え、良い報告ができるよう頑張りたいと、来場所での活躍を誓ったということです。もうちょっと詳しく内容を見ていきましょうね。激励会で講演会の、関正夫会長、5月の夏場所の優勝争いを振り返り、
今場所はなんとかして、これはと思ったら残念だったと。稀勢の里、日本の、日本国全体の希望だというふうにね、お話しされていたということ。横綱昇進ね、ぜひぜひ達成してほしいですよね。はい、そして続いて山口後援会最高顧問さん、今回の活躍はもう一歩のところだった、今後の活躍に期待したいと語ったということです。ちなみに、鳴門親方、初日は危ないところもあったが14日目まで力を出した、本人が一番悔しい思いをしていると。先代の教えを守りながら新しいものを探して、もがきながら頑張っているということでね、ご挨拶していたということ。で、肝心の稀勢の里ですけれども、最後の2日間は一歩届かなかったが自信がついた場所だった。たくさんの地元の方に応援していただき、そしてありがとうございますというふうにね、お話してます。来場所心身ともに鍛え、そしていい報告ができるように頑張りたい、応援よろしくお願いしますと力強く語ったということでございます。いやー、そんなね、稀勢の里の記事をお伝えしましたけれども、稀勢の里の夏場所の成績13勝2敗で準優勝でしたね。はい、皆さんもね、ついこの間だったので記憶にまだ新しいんではないでしょうかね。まあ、激励会では、お花ね、花束や、そして激励金が稀勢の里に贈られたということです。こちらね、鏡開きを行うなど参加者は交流を深めたというね、そんな内容でございました。こちらね、写真がございますので稀勢の里の写真紹介します。稀勢の里の写真はこちらですね。よいしょ、ドン。はい、この激励会の様子でございます。見えてますかね。よいしょよいしょよいしょ。はい、チャンミュー TV にも出演していただいたことが上がります稀勢の里関ですが、あの出演から好調を維持しているという噂もあったりなかったりね、噂もあったりなかったり、まあ、ぜひ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 次回こそね、初優勝を決めてまたのご出演をよろしくお願いいたします。10月の14日体育の日に開催されます秋巡業、大相撲土浦牛久場所も大注目ですよ。お問い合わせにつきましては牛久市役所、牛久市役所のですね、市民活動課さんまでぜひぜひね、はい、ご連絡ください。稀勢の里郷土講演会というところですからね、よろしくお願いいたします。ではではですね、写真元に戻して続いてのニュースに行きましょうね。はい、続いて3つ目の推し入のご紹介でございます。3つ目の推し入は何かというと、何だったかな、6月の8日大笑いの、ね、ニュースでございます。大笑いのニュースというと皆さんもピンとくる方いっぱいいるんじゃないかな。茨城新聞ですね、6月の8日茨城新聞さんからの記事のご紹介。内容、はい、大笑いといったらこちらでございますね。ガルパンですよ、ガルパン。はい、ガルパン人気ということで、はい、茨城県内のニュースをご紹介したいと思います。よいしょ。ガルパン知らないよっていう声はまさか聞こえないですよね。はい、あれ、あれ、ライブスペースルーツは皆さんガルパン知ってるということですね。はい、では早速内容を見ていきましょう。ガルパン大洗町の住民票なんと発行1万件突破ということでね、アニメの人気を裏付けるというそんな見出しでございます。では早速内容を見ていきましょうね。大洗町を舞台にしました人気アニメガールズ&パンツァー、こちら通称ガルパンと呼ばれております、の主人公5人の住民登録を受けまして、大洗町が発行するガルパン特別住民証の住民票の発行件数が7日までに1万件を超えたというそんなニュースでございます。こちらね、ちなみに大洗町、ガルパンの聖地とされていまして、実際に町内を訪れるファンの方も多く、発行件数の数は、発行件数の増加はアニメの人気を裏付けていますというそんなニュースですね。ちなみに、大洗町の住民課によりますと、住民登録された5人は架空の県立高校大洗女子学園に通う、そう、女子校ですよ、西住美穂さん、そして武部沙織さん、そして、どこだっけかな、伊豆津花さん、そして、レイゼイ真子さん、そして、誰だったかな、秋山ゆかりさんと、この5人でございます。アニメの設定通りですね、こちらあれですよ、大洗町、港中央第4府と大洗女子学園の館内にあります大洗女子学園女子寮を住所にね登録しているということです。特別住民票の発行5人それぞれ申請が可能で、6日までの発行件数はなんと 11,549 件に上ると、
すごいですね。請求人数は1868人、請求者の住所は茨城県内が546人で3割、残りすごいですね。北海道から九州まで幅広く、台湾や香港などの海外組もいたということですのでね、大人気ですよね。ちなみに申請件数の制限はなく、1人で主人公5人の特別住民票を各5枚、計25枚申請するのが一般的だそうです。ちなみに中には1人で100枚申請したファンもいたというですね、大変すごいことでございますね。特別住民票の発行はテレビ放送終了後の4月から開始して、大洗町の窓口で平日、月曜日から金曜日に受け付けているということです。ガルパンのマークと特製の印鑑というのが押されていて、コピーすると特製の、ね、文字が浮かび上がると。発行料金も正規の、ね、住民票と同じで、なんと1枚300円に設定しているということです。ちなみに現在大洗町の人口は1万8000人余り、世帯数は約7400世帯、ね、これ4月の末の復帰の、ね、記録です。正規の住民票発行は1日40件程度。この2ヶ月の特別住民票の発行件数、正規の住民票発行のおよそ1年6ヶ月分にもなり、思わぬ町の、ね、副収入になっているということです。特別住民票の発行は28日までということなのでね、皆さんぜひ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 よろしくお願いいたしますと。まあそんな感じで、ニュースご紹介しましたけれども、まずね、皆さんガルパン、もしもねチャンミュー TV 見てる方で知らない方がいらっしゃらないかと思うんですけどもね、こちらでございます。どうぞ。はい、これねガルパンのポスターですけどね、見たことあるんじゃないですか。はい、ね、このガルパンという作品、皆さんはご存知でしょうか。正式タイトルは、先ほども申し上げましたが、ガールズ&パンツァーということでね、美少女たちが戦車に乗り込み、そして戦車同士の戦いを繰り広げるというテレビアニメのことです。2012年の10月に放送されるとたちまち人気となり、舞台となった茨城県の大洗町にも多くのファンが訪れているということです。ちなみにタイトルのガールズ&パンツァーのパンツァーというのはですね、 PANGERはい、PANGER のパンツァーは英語で戦車というのを意味しているということです。物語の舞台、華道や茶道などと同じく戦車を扱う戦車道が乙女のたしなみとして存在する世界という設定。そして転校生の少女西住美穂ちゃんが友人たちと共に戦車チームを組んで学校ごとに戦って全国大会優勝を目指すという、そんな内容になっているということです。でこちらね、かなりユニークな設定なんですけども、スポコンの王道といえます展開だったり、戦車のリアルな描写なんていうのもね、人気の秘訣のようですよ。はい、ということでね、このウキウキハッピーなアニメ、いばきら TV からもご覧いただけますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。というのがですね、以上3つ目のウシニューでございました。はい、というわけで3つほどニュースご紹介しましたけれども、今日は皆さんコメントお待ちしておりますからね。始まってるよーと。始まってるよー。コメントしてねー。はい。はい。というわけで、最後、気になる明日のお天気、うし天をご紹介したいと思います。今日もなんか、あれですな。頭がずれちゃってるけど。まあいいや。明日、6月の11日、火曜日の気になるお天気。さっき調べるの忘れちゃった。気になるおしつけのお天気は、ちょっと待ってくださいね。うしく天気、天気。さっき調べたと思ったんだけどな。はい、気になる明日のうしくのお天気は、一日、よいしょ。はい、一日曇りという予報でございます。残念ですね。まあでもですね、まあそんな一日でございますけれども、どんよりとしていますが、ウキウキハッピーに過ごしていきましょう。ちなみに最低気温が18度、最高気温は22度まで上がるという、そんなお天気でございます。はい、よいしょ。というわけで続いてのニュースに行く前に、よいしょ。はい、というわけで以上、牛編でございました。はーい、よいしょ。はい、というわけで以上、牛にお伝えいたしました。それでは続いてのコーナーに行く前に、一旦ね CM をご紹介したいと思います。チャンミュー TV CM です。どうぞ。
成長期なのかもしれない。
かもしれない。じゃあ次行こう。はい。リードギターの小川裕次郎。一人だけフルネームなんだけど。あ、そうです。これはいいの、小川裕次郎。あ、お願いします。じゃあ小川裕次郎って呼ぶのいいのね。あ、裕次郎。ひらがな。え？ひらがな。ひらがな？ひらがながこいつらしい。小川、これ本名？本名。小川裕次郎じゃ、小川裕次郎で裕次郎って呼ぶんだね。じゃあ裕次郎いくつ？18歳。18歳だって。かっこな。え、18歳、趣味は？趣味は音楽全般です。音楽全般。え、じゃあギター以外にも何やんの？ギター以外、ドラムも別も。あ、全部、一通り。さすがですね。なるほどね。じゃあ、最後。はい。ベース担当の長屋です。みんなから、長芋って言われてます。長芋？長芋？長芋です。長芋？長芋ね。なんで長芋なの？どうって全部パニックにしてる。全然全部じゃなくない？うん、前はちょっと細かった。あ、細かった。あのね、それで全部だったら、ここに来るおっさんなんかみんなそうよ。え、ちなみに何太りですか？幸せ太りか。何に幸せなの？いいな、高校生。あ、コメント来てますよ。ゆうや滝口ゆうじろうくんだ、笑いと。なんで笑いなんだろうかね。笑われてます。そしてカズちゃん、インクで放映中と。ありがとうしくでございます。みんな見てますからね、みんな見てますからね。じゃあそんな、マリットアクセルの5人に聞きたいのは、こうマリットアクセルの意味は何だい？これは、ちょっと元々は違う名前やったんですけども、マリットアクセルじゃなかったの、はい、何だったの？マティーニっていう。マティーニ、お酒がある。マティーニってあれだ、なんか入ってるやつだ、カクテルみたいな。マティーニ、マティーニって何だっけ。知ってます、知ってましたもんね。それはお酒の名前を戻してやってたんですけども、未成年じゃないですか。そうだね、まだ18歳だもんね。やってるのおかしい気もありますし、あとは、まあ、なんかね、ちょっと違うなっていう感じが、なのでちょっと名前を変えようってなって、でもマティーニっていう名前をちょっと残したいって、ちょっとこう入れつつも、ちょっとね変えていきたかったので、なんかその響きだけもちょっと入れつつ、マティーニの響きを入れつつの、マトリックスってあるじゃないですか、映画のね。あれを映画好き、ここでアピールだね。え、違うの？かっこよくて僕大好き。考えたの違うんだよ。あ、違うの？考えたの違う。ガッて、ガッてやった。そしたら、マリットアクセルじゃないみたいな。なるほどね。なるほどね。響きがかっこいいからマティーニにしたけれども、でももっと響きがかっこいいマトリックスにラシャンされたということでいいかな？そういうことです。そういうことでございました。なるほどね。ちなみにね、コメント来てますよ。あ、バットロックです。メンバーみんなで見てます。ただいまと。おかえりなさい。バットロック見てますって。ありがとうございます。あの、何でも聞きたいことがあったら、マリットアクセルまで、ぜひぜひお待ちしております。じゃあちょっとね、あのね、一人ずつちゃんとね、喋るときにね、カメラあれするからね。そうする。え、ちなみに、結成はいつだったの？結成は、1年生、高校1年生の、秋ぐらいかな。秋ぐらい。え、夏か、8月、夏休み中だ。夏休み中です。え、待って、じゃあ、高校1年生の時からみんなは、あれだったの？マリットアクセルだったの？いや、その時はマティーニ。マティーニで、高校1年生の、待って、高校入学するじゃない。で、慶応に入ろうと思って、慶応入りました。これね、ちょっとね、こんぐらい遠くなんだけど、みんな入んないんだけど。で、なんで慶応入ろうと思ったの？じゃあ、一人ずつ行こうかな。
はい、じゃあなんで軽音入ろうと思ったのかな。あの、外野うるさいですよ。中学校の時からドラムをちょっとやってて、うんうん、中2ぐらいか。中2ぐらいか、あ、長いですね。小栗旬に似てるって言われる？うわ、言われます。やっぱり？マジで？おぉ、似てねぇ。え？いや、あ、本当？マジで？コメント？コメントもそうだけど、いや、あのね、コメントはマティーニはジンベースのカクテルであるんで、小栗旬に似てるよっていうのは私がね、そう思ったんですけど、言われるでしょう。たまに。ほら、え、言われない？女子は結構聞いたことある。あ、いいですね、はい、え、で、何聞いてたのか忘れちゃったなんだっけ、小栗旬だと思っちゃったからね、はい、きっかけは楽器やってて、うん、ドラマ、そう、中2からね、うん、やってて、そう、それで、うん、高校入って、うん、っ楽な部活がいいな、うん楽な部活、軽音。え、それよりか他にも、え、中学校の時は何だったの？中学校の時はテニス。テニスあったじゃん。テニスはちょっと辛い。ソフトテニスちょっとね、ちょっと辛そうだよね、あそこね。じゃあ、ということで、簡単そうな部活にしたいということで、慶応に入りましたと。はい。じゃあ、行こう、隣行こう、うっちゃん行こう。僕はもう純粋に歌が好きで。うん。おう、じゃあ歌うのが専門じゃん、もう。ボーカルというだけあって。ね、もうずっと前から。はい。小学校とかから。そうですね、小学校から歌はよく聴いてて、それで音楽やりたいなと思って、うん、え、どんな歌が好きだったの？僕はケミストリーとか、全然バンドじゃなくて、うん、エグザイルとか、うん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 、そういう R&B 的な、うん、J-POP が好き、 J-POP が好きだと、はい、え、ちなみにね、ちょっとあとでこの辺のやつは聞こう、なんかいろいろとコメント来てますけれどもね、はい、ちょっと手がプルプルしてきた。じゃあ次、タケ、タケ、タケ、きっかけは？きっかけは、うん、まあ、あれですね、タケも誰かに似てるね。誰だろうな。小栗旬。小栗旬かな。それは、いや、なんか、うん、まあ、きっかけは、うん、まあ、みんな中学校が一緒で、うんうん、そうですね、まあ、もともとなんか楽器やってたり、うん、まあ、ハリフはドラムやってたし、うんうん、ユージは、ね、ギターやってたし、うん、で、まあ、高校に上がって、うんうん、まあ、高校に上がってその文化祭があると、うん、で、それもう、うん、これはライブやるしかないぞ、お、俺も文化祭か、文化祭熱だな、うん、で、みんなこう、うん、まあね、その軽音楽部入ろうと、うん、え、じゃあもうみんなはもう、あれ？兼部しないでもうオンリー軽音楽部の皆さん、まあ、そうですね、他の部活はやってられるかと。そうですね、基本できないです。運動部がダメって。ダメダメダメ、兼部はダメって。あ、運動部は、ね、そうなの。運動部と軽音楽部で兼部したら、うん、まあ、うん、鍛われてるからね。そうそうそう、なんで、そうなんだ。剣舞って今ダメなんだ。あ、大丈夫。大丈夫なん、じゃあこう、文化祭を頑張ろうと。そうですね。いうことで、始めました。じゃあその隣行こうか。友情。はい。あの、剣を入ったり。あれに似てるね。お、お、あの、ジャニーズの5人組の、あの子。嵐？嵐じゃないよ。5人組のね。カトゥーン。カトゥーンかな。あれだよ、あの5人組の、私が見たときはすごい小さい子だった子。なんだこれ。平成ジャンプ、平成ジャンプみたいな感じだった。平成ジャンプ 5人じゃないの。ヤマピーじゃない、ヤマピー。錦戸？ヤマピーじゃない。ニュース、あ、ちょっとね。まあでもジャニーズ系ですね。ジャニーズ系だね。みんなジャニーズ系だね。いいね、今日の放送いいね、楽しくて。はい、じゃあ次行こう。次行こうじゃないや。ちょっと焦っちゃった。じゃあ、はい、いいよ、じゃあ。きっかけは、きっかけは別にあんまり軽音にしか入る気なかったです。うん、もともとじゃあ運動はもともと好きじゃなかった。あ、運動近い。中学校の時は何部だったの？テニス一緒です。あ、みんなテニス、うん、からのじゃあ軽音とからの、はい、なるほどね。じゃあ最後行こうか。はい、長いもん、声張れよ、長いもん。いや、俺は
特に何もやる気はなかったんですけど、うん、ゆうじろうにバンドで誘われて、うん、そこからベースやるようになって、うん、ケヨン、はい、じゃあもう高校生に入って音楽に目覚めた組だ。一人だけそうだよね。そうですね。あんま中学校から誘ってなんだけどやる気なくて、うん、あんまり。なんでやる気なかったの？そんなに興味ない。でもなんで高校になってやろうと思ったの？文化祭があるから。やっぱ文化祭なんだ。文化祭だ。逃げたらその時点で逃げる。目にモテてたらやった。いやでもベースはそんなに。まあでも。まとめるとみんなモテたいということでした、ね、いいですよ、いいですイケメンだから。じゃ あバンドやり始めてよかったことはっていう、あとねちょっと可愛らしいね写真のね女の子からね、うつぎくんかっこ笑いっていうコメント来てますよ。リースク先輩ですかね。先輩です。リースクさん、はい、はい、その後ね玉森って言われてる。あれだ、キスマイの言われたことは。その辺のは分かんないけど、でもね、あのね、私が見たときはすごいあのね、センターかなんかの小さい子だった。じゃあ次行こう。キスマイって書いてある。ほら、キスマイの玉森って言われてますね。じゃあちょっとググっとこうか。大丈夫？誰だか分かる？キスマイの玉森。私もちゃんと確かめないと。出た。あこれじゃないよ、私が言ってるの。私が言ってるのはこれじゃないです。じゃあ、亀梨はあれじゃないの？カトゥーン。うん、カトゥーンだよね。でももうカトゥーンじゃないよね、亀梨。ちょっとジャニーズこっち詳しくないのがちょっとバレちゃうので。今野球やってんね。あのね、夜の番組でね。はい、じゃあ次行きましょう。皆さんにコメントがね、なんかね、今日はね、バンドやり始めて良かったことが聞きたいという声が出てきますので良かったこと、はい、お願いします。うん、出るようになりました。じゃあ分かった、実際変わらない。人脈が広がったな。人脈、あ、他の学校とのってこと？そうです、人脈友達の。それどういうところで広がるの？ライブ、こういう、こうやってで、このライブの機会で、うん、お客さんとか、台湾してるバンドとか、やっぱじゃあ他のさ、高校生よりかはいろんな学校の、あ、多分そうだ。いいなぁ。他には可愛い子が多いとか。あ、いますよね、やっぱり。やっぱいる。はい、見てるかな、可愛い子。可愛い子言われてるよ。バトロフか。え、ちなみにどこの高校の子が可愛いとかあるの？どこの高校の子が可愛いとか。そうです、東洋。はい、東洋の皆さん可愛いって言われてます。やっぱ東洋ですね。あとはじゃあその辺にしときますか。じゃあこの辺で、あの皆さんの VTR が届いてますのでね、映像を流したいと思います。ですね、これ、うん、届いてるんですよ。じゃあ VTR どうぞ、いきますよ。 VTR どうぞ。I'm gonna make you mine.
はい、ということで映像をね見させていただいたけど、はい、バットロックからバットロックがいる、暴れてる、あの時は楽しかったですね、コメントが来てますよ、ありがとうございます。え、ちなみにですね、この原稿によると、なんか高校生の中ではルーツで一目置かれている存在ということですよ。そうらしいですよ、ね、え、でちなみにまあ、ちなみにこの皆さん、あれですね、なんとあれですか、チャンミオの後輩っていう噂があるのですが、あれまさかのあれですか、奥の章は違うよね、龍ヶ崎の方の某高校ですか、ですって。ちゃんと言えばいいじゃん。龍ヶ崎一高ですよね。龍ヶ崎一高ですよ。龍ヶ崎先週の雪積もりたるですよ。ちなみにこの先生知ってる？右から2番目。行っちゃった？世界史。あ、岩崎先生。そう。1年の時世界3人担任で。全然見えない。死んじゃった？いやそんなこと言わないでください。はい、全然こう個人的なあれでしたけど、岩崎先生、さお世話になった先生なんですよ。知らない？お世話になった。してるよね。これ一応売っちゃうの、世界史赤手取ったよね。赤手取ったよね。これ来るぞ。はい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 、ということでね、なんかそんな感じ、後輩がいるということでね、あのね、龍一の話ちょっとしてもいい？こんなね、イケメンの子たちいなかったのよ。いや、本当に、あのね、びっくりした。だから今日帰ってきて、龍一生じゃないと思ったら引き返しちゃったの。多分龍一生じゃないでしょって言ってね。それぐらい、だから、みんなこういう感じ？今の高校生って。待って、龍一にこの頭のやつつけてってないでしょ？毎日。本当に？こういうのって、あと寝癖とか。映ってないからね。今の龍一さん、この髪の毛で行くんですか？
これはいない、いない、いないですね。本当？うち、つむりだよね。そうです、そう、学ランですよね。学ラン着ないです。着ない？何着てんの？ワイシャツ。ワイシャツは基本でも基本冬でもあのワイシャツの上にカーディガンで。いや、だってカーディガンじゃさ、だって怒られるでしょ？ダメっすね。ね。無視。無視。っていう人たちですよ。あ、見てねえ、見てねえ。ちなみにライブ情報教えてっていうコメントも来てますけど。あ、え？実はですね、おとといの龍ヶ崎いちこの文化祭で。龍ヶ崎いちこの文化祭、これですか？そうです。それです。白龍祭ですね。それがちょっとラストライブでして。え？もうライブはちょっとちょっと。ライブは今のところないという。うちはマジですか？龍ヶ崎一高のこのライブで解散なんですか？おととい解散？解散かも。休止？休止？休止？活動休止？もう高校3年生のやり手。高校3年生だから？そう。え、本当に？受験勉強ということで。え、みんな、え、勉強はする人たちなの？いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これどこに焦点あげたらいいんだろう？みんな、じゃあ待って、真面目に勉強してる人。おい。おい。マジか。しないっすよね。まあみんな、え、でも6月からだよね。6月からだよね。センター試験に向けてガガガって頑張る感じでしょ。そうそう。え、ちなみにみんなクラスは？私、私文だった。私文？私文？俺だけ理系です。理系？え、ダンクラ？まあ、去年は男子だけど。だけど。ゲストが国立国分そうで次なの自分じゃないの自分じゃない自分じゃないんだダックラでもない文系です文系文系文系って何生物生物って全部文系やったんすかもう終わりにするかそんなこんな情報も来てますけどこれやってくれるのかな実はボーカルのねうっちゃんモノマネが上手って来てるけどライブではいつもジャイアンのモノマネを披露していると滑り出てるよこれ結構受けてるよ受けてないよえ、最初は嫌がると思うけどあれこんなところにのび太がいるよと言ってきっかけを出せばジャイアンのモノマネをする可能性が高い 100% やるしかないですね誰か振ってあ、こんなとこにのび太がいるぞおいのび太、野球しようぜはいうわー、全国ですこれ次、あ、ごめんなさい私が出したのが間違えたあの、ローラのモノマネが間違えだったこれはやばいこれはもう自分でこれほんとクオリティ高すぎるローラのモノマネっていうのこれはやばいあれこんなとこにローラいるぞローラだよあーやばいこれどうしよういや上手ですよいやそうちょっと放送事故になりかねない感じになってましたけどねちょっとライブの時やってんじゃんいやはいみんなローラできるんじゃないのあ怖いみんなローラできるんじゃないの？あれ？あれ？今日みんなローラやるって聞いたけど。全員ローラじゃないか。ねうちゃんみんなローラできるよね。やりましょうか。じゃあ空気を読んで。空気を読んで春だけやる。最初はねちょっとじゃあやっぱ。リーダーですね。本当に。リーダーだしやってもらうじゃあ聞くよじゃあお願いしますあれこんなとこにローラいるぞローラだよみんなやったほうがいいんじゃないのいややったほうがいいはいやったほうがいいよこれタケタケタケはいタケはいタケスタンバイしてじゃあはいじゃあきっかけお願いしますあれこんなとこにローラいるぞローラだよまずいよこれ最後いやこれやべえよこれこれ裕次郎やるかなこれあれこんなとこにローラいるぞローラいるよ
ましょう。はい、いやこれでこう、いやいいですよ、いいですよ。最後あれ、自分で言って自分で入って、うん、あれ、こんなとこにローラいるぞ、ローラだよ。ありがとう。ありがとうございます。いやいいじゃないですか。これら回ったな。いや、あもうこれはもう叩かれるわ。いや、そんなことない。解散なんてっていうのは泣いてる人がいますけど、解散なんて、これでも解散なんですか？うん、休止。休止。また結成するかも、まあ、全然わからない。その時に、うん、あのところやりたいという気持ちはあるんですか？あるんだ。そうだ。カッコ祭り、8月、7月の末は。でもね、でも夏休み中はね、受験勉強でね、忙しいんですよね。じゃあそんなみんなに龍一クイズしようかな。はい、ここはどこでしょう。はい。はい、次。おお、ね、ここはあれですね。あ、どここれ。時代が違うのかな。ここあれじゃないの。保健室。え？え？違うよ。ここいや違う、こんなとこない。あれ、英数国のなんか。は？違うよ。事務室みたいな。え？今変わっちゃった。図書室じゃない？図書室。違うよ。え？どこですか。やばい。ジェネレーションギャップ。ジェネレーションギャップだね。これあれだよ。生徒会室の隣の。進路指導室みたいな。あ、入ったことないから。あ、なんだびっくりした。赤本がいっぱいある。そういうとこに縁がない。縁がない。あ、じゃあ分かった。じゃあ分かった。ここだったら縁あるでしょ。次。えい。次。これはもう保健室ですよ。あ、正解です。そりゃそうだね。お前の教室だな。はい、俺のケースだ。じゃあ次。はい、間違いないよね。これは男子トイレですよ。女子トイレですよ。今の女子トイレですよ。じゃあねここだな。はい、間違えた。はい、ここはどこでしょう。え、これジェネレーションギャップかな。ちょっと待って、わかる。え、俺これ一中で見たことある。物質と、あ、そうマネージャーがね、洗濯してるところですよ。そうなんだ。はい、というですね。え、まあそう、まあまあ、ちなみにね、ちなみにね、これね、お、卒業。おお、シャンミオさんですか、これ。シャンミオさんっていうですね、若かろし頃のシャンミオでした。というわけで、あっという間にもう55分になってしまったんですけど、なんか喋り足りてないことない？ないですか？じゃあ今日の感想を一人ずつ言おうかな。じゃあ、お願いします。はい、春からだね。今までちょっとテレビとか出たことなかったので、うん、緊張したんですけど、うん、楽しかった。あ、本当に言わされてない？言わされてないです。大丈夫？本当？またね、機会あったら出たいし、ね、メンバーでも、うん、バンドをまたやりたいし、うん、そうね、次もまたモノマネをね、仕込んでもらってね。ローラ、ちょっと極めていきます。あ、言ったね。はい、ということです。じゃあ行こうか、ゆっちゃん。はい、こういうの初めてだったんですけど、うん、落ち着いて、うん、楽しくやらせていただきました。うん、ありがとうございました。ね、ありがとうございます。なんか好青年だよな。好青年だよな。全然違います。いや、なんか爽やかな。やっぱさすがモノマネがね、上手なだけありますよね。あれ、こんなところにのび太いるぞ。おーい、のび太、野球しようぜ。あ、次、タケ。はい、感想を。まあ、喋るのが下手なんですけど、うん
いやいや、そんなことなかった。え、生徒会長なの？生徒会長だっけ？そうですね、まあ、みんなでワイワイやったし、まあ、面白かったですね。また機会があったら、まあ、またバンドをみんなで多分やるかもしれないんで、うん、よろしくお願いします。モノマネはもうやらないかな。大丈夫です、ね、大丈夫じゃあ、じゃあ次行こうか、ゆうじろ。まあ、初めてで緊張したんですけど、やったらやったで楽しかったです。以上で。まさか、まさか今日モノマネ振られるとは思わなかったでしょ。あ、もう、みじんも思わなかった。喋れないで楽しかったね。あ、ほんと？意外、一番シャイでしょ。そうですね。そうだよね。でも一番あれか、裏があるか。裏っていうか、まあ、乗ったら、もう、うん、もう仲良くなったらもう、そこは。じゃあまだまだだね。もうちょっとだね。そのうち徐々に徐々に、多分次出る頃にはもうすごいことになってる。すごい。もう出ないって顔してるので次。じゃあ最後。はい、まあ、初めての体験な感じで、うん、ちょ緊張したんですけど、うん、まあ、楽しくやることができました。一発ギャグ得意なんで、ね、ちょっと。そうだよね。マジでやってない。そうだよね。長いもんっていうぐらいだからね。一発ギャグ。なんかね、一発ギャグあるはずだよね。いや、ちょっとカメラ寄ろうか。連続だ。じゃあ行きまーす。行きまーす。行きまーす。ウィーン、ウィーン、直角。ありがとうございました。なんでからの？同角。もうやめてください。無理っす。私進行できません。無理っす。時間差でさ、こっちでやろうよ。いや、無理っす。あー、これ。いやー、いいね。今の何？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 もう8人のパクイッスです。初めて見たよ。けどもう一回。もう一つあるから。もう一つあるんだ。じゃあもう一つ。またやんの？夜ウィンウィン英国。え、なんで同じのやったの？もうないよね、マジでやめて。やめてほしいもん。血鳴らさないよ、早くやんないと。どっかくマジ？おめえ、彼女が見たら笑うだろうな。もう一回直角みたいな。鼻くそピー、耳くそピー。はい、ということで、あっという間の1時間でしたけれどもね。いいですね。いやー、いやー、さすが。もうみんな、めちゃめちゃ面白い。いやいや、全然恥じゃないよ。マリタクセル最高だね。本当にいい仲間に恵まれてよかったね。これからもじゃあこう頑張って受験勉強あるっていうことだけれども、大丈夫、みんなだったら大丈夫、イケメンだからということで。え、イケメンなんだ、大丈夫なんだ。イケメンだから大丈夫、うん、だから俺ダメだったんだな。あ、そうかも。そうというわけでね、こうやってチャンミョ TV がね放送できたのもね、こうね出演してくださってる皆さん、そして見てくださってる皆さん、そしてねスポンサーとしてチャンミョ TV 支えてくれてる、レンコ屋さんと、そしてシャンシャンタツさんね、はい、そして今日スタジオとしてチャンミョ TV ね配信させていただいてる、ライブスペースルーツの皆さん、本当にありがとう、失礼ございました。みんな本当に今日はありがとう。もう無茶ぶりだったけれども、大丈夫、あの大人の世界になったらもっともっとやろう、いっぱいあるから大丈夫。まとめさせていただいて、じゃあみんながカメラに向かってバイバイをしてくださいね。じゃあみんな今日はありがとうございました。また明日も見てね。バイバーイ。